Amy's in her element. She really appreciates what you've done here. We all do. Come on. Hey, let's go out, fam. Hey. Bring her. Hey, I want to tell you something. Yo, you are part of the family now. Mi casa, su casa. He says, we are the next generation, man. Yeah! Yeah! Kanpai! Kanpai! Yeah! どうも、こんにちは。ソーコムです。いきなりイベントというか、ムービーが始まってしまったんですが、今、っていうか前回から思ってたんだけど、エイミーって日本語喋れるし、聞き取れるんだね。エミーが通訳したいもんね、日本語。これは、ますます、エミーちゃんの好感度が上がる。さあ、そんな中、いよいよ、おそらくこのゲームも、もう終盤に入ってるんじゃないかなと思うんですけど、実際問題、まあ俺が R が、3、4が好きだからっていうのもあるけど、3、4でずっとやってきてしまいました。まあスープラも作ったけどね。で、そろそろもう1台ぐらい作った方が実況的にはいいんじゃないかと思うんで、まあ本当はあの3号の2017を待とうかなと思ってたんですけど、なんかそれももうその間にクリアできちゃいそうなんで、なんか作っていこうと思います、最初に。うん、まあ3人いっときたいよね、やっぱり。3人買って3人はなんかバリバリのスポコン仕様にするっていうのもありだよね。もう一台3、4買う？まあねえな、それは。そりゃねえな。難しいな。何買おうかな。現金は多分結構あるはずなんだよ。あるよね。34万。あ、ランボを買う？裏感あるじゃん。ペンタドールもあるな。さすがに高いね。どうしよう、スーパーカー。いやーでも俺別に好きじゃねえんだよな、そんなに。この辺ってなってくるとさ、やっぱり必然的にこの辺まあ3号はダメだな。3人にしとくか。あー M4 も結構いいね。まあ、あー NSX あるな。NSX でもいいなぁ。あー、迷うわ。どうしよう。まあでもやっぱ3人だな。3人行こう、3人。3人。よし。よーし、3人買っちゃいました。93年だって。まあいいや、次の車買うまで3人にはここにいてもらおう。じゃあ早速いじってきます。まあ、まず、なんだろうな。まず外装から言っとく？ボンネット1個しかないの。じゃあ純正でいいよ。なんだよ。全然なさそうだな、これ。何これ？34の顔面移植とかあんの？これは、すげえ面白い。34顔面スワップなんかできるゲームねえべ、普通。あ、これつけるか迷うな。いやー迷うな。でもこれつけるなら、今日も34ですって言いながら始めて、実は32でしたってやりたいな。もうちょっとそれはできないんで。あー、豚鼻なの。マジか。豚鼻加工しかできないの、これ、バンパーも。いやー、それは、辛いね。さあ、ようやくフルチューンが終わりました。まあ、現時点でできる最大限のクラスのパーツをすべてつけています。馬力は933、トップスピード371。あれ ?34 より速くね。0100は 2.49。速いね。で、迷彩の方もできました。これです。変だよ、これ。ベースカラーは、ホワイトのパールやめて、OD カラーのマットに変更しました。
が基本的にデカールが乗ってるんであんまりわからないかな。この一番濃い緑が元の色ですね。ああ、あとテールランプも、そうか、テールランプもできないんだ、貼れないんだね。あ、ちょっと全体的にあの大きさが合ってないっていうのはちょっとまあしょうがないかなっていう道路なんで、お目に見ていただければな、いただけたらなと思うんですが、今気づいたけどホイール変えてねえな。もうちょっとこの車戦車みたいにしようぜ。じゃあちょっとホイールだけ変えよう。リムは何にしよう。34の純正つけたいの。無理無理だね。じゃあいや、いつもので。あれ LMGT あんのかな、これない、なさそうだね。 D37 でいい、いいよ。よし、じゃあこれにしよう。まず大きさ変えて、で色変えます。色はこれでしょう。でマットね。あー、戦車っぽいひでえな。これ色、あ、ここだけ変えられんのか。あー、なるほど。あ、いいや、全部これでいいんじゃね。これどうよ、すごくいいと思う。いやー、早そう。今までで一番早そう。うん。じゃあ早速試走しに行きますか。おお、ピーキーだな。こりゃ。おお、あれでも34よりなんか早そうなんだけど。え、34より速いんじゃねこれ。まあ相変わらずブレーキは効かないけど、いいんじゃない。まあちょっと速そうだね。まあ速そうなんで早速行ってみますか。レースマグナスウォーカースプリントレース、さあ試走がてらにまずはレースしましょう。おお、なんかちょっと速そうだね。俺、首都高バトル01で、こういうペイントにしたんだよね。一回。迷彩カラーっていうの。なんかこいつすげえうぜえんだけど、なんだこいつ。ラグってるし。すごい踊ってるんだけど、もうやだ。おい、なんだよこれ。これチーターじゃないの？ラグってるだけ？あ、でもすごい走りやすい、この車。かなりいいかも。あ、でもちょっとケツ出ちゃうな、すぐ。で、マグナスウォーカーちゃんと抜かないといけないんでしょ、これ。あ、やべやべやべ。ちょ、曲がるのが辛いな。え、でも速いよ。うん。なんだ、今の白くなったの。なになになにこれ。え、なにこれ。何あの真っ白なの。リアフォグ？マグナスウォーカーせこいぞ。なんだあれは。うわ、廃車になった。おニューの車が。え、待って、3位じゃん。もう何これ。え、さっきのずるくね。何あのホワイトアウトさせるって。絶対ライト当ててきたべ。リアに強力なフォグついてんじゃないの。後ろについたらああなった。あれはちょっと許せんな。あのなんかポルシェもどっか行っちゃったし。ああ、なになになに、滑りすぎだね。これリトライしてもいい。最後までやった方がいい。ちょっと絶望的だな。でもまあまだ分からん。もうちょっと結果が見えてきたな。ちょっと滑りすぎなのかな。もうちょいグリップ寄りでいいかな。
あ、でもまだいけそうな雰囲気もあるね。いや、ドリフトはすごいやりやすいセッティングだと思う、これ。セッティングというか車、34と比べてめちゃめちゃケツが出るわ。なんでだろう、軽いから。違うな。おっとおっとおっと、ちょっと厳しいな。いけるかこれ。なんか先でもつれ合ってるよねあいつら。分かった、ダメだこれ。一回リトライしよう。いや、アウトに膨らみすぎでしょ。すごい無駄してる気がする。いや、まあでもこの車、このゲーム全部の車がそうなる。あ、いい感じだよ今んとこ。この間のエイミーと中井さんの、あ、前回か。ああやべ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 、超油断したわ。あー、でもまだ20か。マグラスオートか、ひっくり返すか。エイミーと、あー危ね、エイミーの話するとやべえ。エイミーと中井さんのあのこの間の長距離のレースは本当につらかった。よし、じゃあ敗者になったぞ。あいつグッジョブすぎる、あのプレイヤー CPU がな。なんだあいつ、勝手に死んで勝手にリタイアしたぞ。マグナスオーか、もう6したな。あ、やべやべ、人のこと笑ってるとこっちも被害被るからな。残念だったなマグナス。ああ、やべやべ、あとちょっと。よしよし、オッケー、ゴール。よっしゃ、勝ちました。ああ、いい感じ。ああ、でもあれだね、ちょっと見慣れてきたね3人も。割といいね。なんか夜のストリート走ってそう。こんな車走ってたら見てみたいわ。よし、じゃあな、マグナス。なんか来たな。これなんだ。Hey man, you're really starting to get in a groove there. How about we try another run? Maybe raise the stakes a little bit. これかな。アウトローが残ってんの？でもマグナスオーカーもう一回あるな。もう一回言っときますか。レッドラインズ。え、でもさ、これさ、もうエイミーのミッションとか終わりってこと？もうアウトローとマグナスフォーカーしかないの？ってことはもうパーツ全部出てんのかな？ちょっとよくわかんねえな。またマグナスと戦うの？危ねえ危ねえ。おい、ふざけんなよお前。なんだよあいつ。本当に対抗がプレイヤーの場合は、え、なになになに。お、なぜか1位だ。マグナスもプレイヤーに引っかかったようだ。いや、これでも全部オンラインにしたのはね、失敗だと思うよ。ウザ以外の何者でもないもん、対抗者とぶつかった時。お、ケツ浮いた。今回はいい感じだね。急なんだよね君はいつも。ナビつけてくんないかな、次曲がりますとは。あの ラリーのナビみたいに欲しいわ。でもコースレイアウトは急すぎる。もう何回でも言うけど急すぎる。いきなり直角コーナーとかやめてくれ。ああ、なんか随分街中を飛ばします。おー、直角コーナーだー、ひどい。建設現場が死んだね。あいつら明日残業だわ。さあ、いい感じに。あ、もうチェックポイントあと2つじゃん。余裕だったな今回は。あ、対抗だ。あぶね。ゴール。あれ違う？おい、会社に。
なってしまった。やべやべやべ、早く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 。あぶねえ、抜かれてない。あぶねえ、ここで抜かれたら終わりだったな。よかった、ケツの羽でけえな。やっぱ羽でかいと下品だな。よっしゃ勝った。マグナス来ねえし。スパイクだ。なんかいつにも増してスパイクがちょっとシリアスな雰囲気醸し出してるよ。なんかいつもあんな明るいのにあのトーンで話があるからロングホーン来てって言われちゃったら怖いんですけど。え、なんかあったのかな。Oh, yo, hey, you're up. Hey, what's up? Hope you're better than this fool. To see what you got. Get a drink? Yeah. Cool. Stick to driving. Yo, man. Hey, you okay? Which one was it, man? Huh? Was it the 277? Yeah? I bet you don't even know this man. This is personal favorite. Yo, what's the beef, dude? Magnus offered this guy a drive. And one of his own 911s, no less. How did he even get your number, man? Huh? Hey, is that right? What did you do? I gave it to him. Relax. Relax? Yeah. Relax. That was my right! I earned that! Mike, stop it! Chill, man. Come on. We're all on the same side here. Travis is just pushing you because he wants you to be great. I don't need his help. Now, new guy over here is getting all the credit. Yeah? What? Huh? Hey, come here. Come here. Come here. Seriously? This is what you wanted. You're on Magnus's radar. One of us gets noticed, we all get noticed. It's a package deal. All right? All right. It's cool. Fool. I'm sorry, man. I just want this so badly, you know? We good? Let's get out there and do this, man. Yeah. Yeah. You must be doing something, right? Yeah, やっぱり怒ってたね、スパイク。でもスパイク、ほんといいやつだな。素直なやつだな。なんか、いいコミュニティだよ、これ。俺もこのコミュニティなら、仲良くしていける自信がある。スパイクとも仲良くなれそうだわ。でも、自分がずっと憧れてた人の車に、新入りが先に乗っちゃうっていうのは、確かに納得いかないだろうね。まあ、よく気持ちはわかるよ。あ、でもこいつのおかげでマグナスウォーカーに注目されてるっていうのは確かにあるからな。難しい心境だね、スパイクも。うん。そしてマヌいい男すぎるな、あいつ。ああいうやつがコミュニティに一人いたら仲良くやっていけるだろう。うん。さあ、そんなわけで、これは何したらいいんだろう。ちょっとよくわかんないぞ。このもうアウトローやるしかねえのかな。これやってけってことなのかな。でもその前に警察から2ブロックス逃げろっていうのがあるから逃げます。じゃあまず警察から。でも警察ってこういう時に限ってこねえよな。どこにいんだろう。ちょっと探してみる。警察署行きゃ来るかな。あ、なんかでもレース誘われてるからレース行こう。
Let's see what you can do, yeah? Get out and drive. Best of luck. さあ、オンラインのレース2回目。このポルシェさっきのうざったいやつじゃない？ほらほらほら、いきなりこういうことしてくんの意味わかんない。もうラグいよ、何あいつ、もう最悪なんだけど、こいつ何なの、こいつうざすぎる、なんだこいつ、本当にマジでうぜえな。いや、ネット環境ぐらい整えてくれよ。ラグってる本人は損しないけど、周りに迷惑かけるからな、ラグ大先生は。あ、抜かれたし、あいつに負けるのだけは許せん、納得いかねえぞ。そう、どっかで弾けとかないかな。なんでこんなに遅いんだ。ほらほらほら、殴りまくってるよ、みんな迷惑するからやめてね。なんか俺の車を透けていったね、すごいラグってる皆さん。こんなラグってなかったのにな、前回。あ、スリップつけた。あのラグ野郎が1位じゃん、やっべ。うわ、さらに追突された。よしよしよし、4位だ。先頭集団どこ行ったんだ、もう遥か彼方へ行ってしまったな、きっと。4位かよ、これもう前が追いつけないかな、もうゴールだな。なんかラグってるな俺も。おい、一応4位から下がったよないみたいな。とにかくあのラグ野郎に勝てれば俺は満足。やべやべ、危ない危ない、来てる来てる来てる。よし、ゴール、勝った？勝ってねえ。あいつ2位にやがったべ。許せん。ちょっともう一回。もう一回とかないのかな。マジかよ。お前だよ、お前。俺は執拗にぶつけに行くぞ、お前。この野郎、ラグりまくりやがって。これ、ボイちゃんねえの？俺の怒りをどうにかこいつに伝えたいね。お前だよ、お前、必要にアタックしてる。あ、いなくなっちゃった、全員。まぜ、こいつ追ってたら警察来んじゃない。待って、その前にドーナツする場所あんじゃん。どっから入んだろう、これか。違うな、あったあった、こういうとこに警察いんじゃない？できた。よし。よし。じゃあ、ちょっと待って。そう、さっきマグナスから電話来てたんだよね。こいつは仲良く走りやがって。一体何なんだ？うん、ドライブマグナス方向。あ、マグナスの車じゃないとダメなんだ。え、帰って言うの、ふざけんなよ。あ、でも0円か。シビック売る時が来たようだな。いや、中井さんのポルシェ売ろう、全然あれいらねえし。よし、じゃあ今回ちょっと長くなったんで、続き次回マグナスウォーカーのところからやっていきたいと思います。うん、まあいよいよ終盤になってきたんで、うん、まあ、レベルが上がってパーツすべてついて限界までチューンできるようになったら、オンラインの対戦重視でちょっとやっていきたいと思います。そんじゃあお疲れした。
バイバイ。